きます。これどうやって開ければいいかな。何よ、線抜き、線抜き持ってそうなのに言い方するけど。あったほら、ドラムのチューニングキーに線抜きがついてるやつあった。なんで買うときに気づかなかったんだろうね。日本名ですかね。そうだ、今日すごいね、うん、言いたいことが、バンド練習する前にさ、うん、ちょろっと言ったんだけど、そうですね、バンド練習に向かうまでの電車の中でブログを読んでた、はい、メジャーバンドマンはおしゃれで、はいはい、インディーズアマチュアになるとダサくなるっていうブログをね、まあ見たんですよ。インディーズの時は結構普通の格好だったのに、メジャーになったら急にすげえおしゃれになったなっていう、あーまあ、ね、人たちをすごい見て感じた。あ、メジャーになるとすげえこういう感じになるんだ。でもさ、それってさ、スタイリストがついてるっていう話になるじゃん。まあそうだよね。でやっぱこうタイアップっていうかさ、服とかもさ提供があるだろうしなと思って、うちもやってたし、あ、まあ言えないで、うん、でね、もうほんとひどい内容でさ、はいはい、編み編みのなんか紐を編んだようなさ、T シャツとかさ、あー、なるほどなるほどなるほど、中二っぽいさ、そういうことね、痛々しい感じになっちゃってる人がアマチュアとか多くねみたいな、そう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 、あ、そういうことね、なんか地味な格好で全然おしゃれに気を使ってない感じとかそういうのじゃなくて、むしろおしゃれにめっちゃ気使ってるはずなのに、なんか間違った方向行っちゃってるみたいな。なるほどね。服がダサいと言われるバンドマンっていうブログタイトル。すっごい耳が痛い。これ昔からよくバンドマンの服がダサいと言われてます。誰が言ってんだよ。でもテレビに出てるバンドマンっておしゃれな人多いですよね。多いです多いです。なのでバンドマンと聞くとおしゃれな人を想像しそうなものなんですけど、なるほど、なぜダサいと言われるんでしょうか、はあ、その理由一、わかる、はい、服にかけるお金がない、はい、そう、俺もわかるんですよ。だから俺結構最近ちょっと、ね、まあまあの収入があったんで、じゃあ買いたいものとかってガーってこうアマゾンにね一回買い物カゴに全部ぶっ込んで、でね13万くらいアマゾンのカゴにカートに突っ込んで、見渡したらさ照明機材だったの。今度さ撮るじゃん、そういうスタジオ用に照明買った、照明買う、まあまだ買ってないけど買う予定。こん13万も出せるのに服に俺1枚もお金かけてないなと思って、ね、そこにちょっと引いた自分でも。そう買えばいいのにさ、いいやんって話なんですよね、うん、はいはい、このブログにはね、はい、新しくギターやベースを買うなど買う場合って書いてある。あー、なるほどね。照明全然関係ない。照明なんて、照明普通買わねえからね。バンドマン普通照明買わねえから。20万とか10万くらいのギターを、ほんと毎月のようにポンポン買ってる人はいるね。っていうね、お金の欠損ですね。そうですね。新しいギター、10万のギター買うなら、服結構いいやついっぱい買えるんじゃない？これ書いてあるんだね、はい。常にギリギリの中、なんとかバンド活動費用と生活費を出してる。こんな状態でまともに洋服が買えるわけありません。むしろちゃんと服を買えという方が酷ってもんです。すごいね、バンド経験者みたいなこと言うね。いや本当に、これ書いてる元バンドマンらしい。いや本当におっしゃる通りすぎて、おっしゃる通りすぎて、なんて日だ。ライブがあれば必ず打ち上げに参加して、打ち上げのねお金もね、そうな、かかると、かかるよ。むしろちゃんと服を買えということが得だと書いておる。でその理由に、はいはいはい、ファッション感覚がずれてる。なるほど。
バンドマンのおしゃれというのはモテモテな服装である場合がほとんどですか。ああ、どうなんだろうな。最近の子そうでもないと思うけどね。あ、まあね、最近のだから10代20代の子たちはそうだ、ね、割とだ普通に無難な感じの人多いんじゃない。俺らぐらいの年代でさ、の人とかたまにいるけどさ、英字がずらって書かれたプリント T とか、まるで FF7 のキャラが着てそうなジャケットとか書いてある。どんな FF7 のキャラが着てそうなジャケットって、あのファー、それ8か、それ8か、スコーね、うん、でビジュアル系の方に至っては、はいはいはい、アニメキャラみたいな色のカラクンなのに、あなどとにかくゴテゴテしているそうです。全員が全員とは言いませんが、はい、少なからずバンドマンのファッション感覚は世間とずれているんです。やっぱ調べないしね。そうですね、流行りが何だろうとか、だって13万円さ、はい、照明機材おかしいでしょ。さすがにおかしいね。13万あったらね、ユニクロで1ヶ月分毎日ね、GU とか揃えられるんじゃない。そうだね。じゃあどんなファッションすればいいのか。そうですね、そうそうそう、これはもう簡単でシンプルなファッションすればいいです、はい、こういう感じでいいのじゃん。こういう感じ、ちょっと大きめのシャツで、ちょっとピタッと目のコーディネートチェック大丈夫、これは大丈夫、まあまあまあ大丈夫、まあ別に人を不愉快にはさせない、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 すいません、ありがとうございます、よろしくです。で、ここちゃんとね、これすごいいいこと書いてある。あ、そうなん、わざわざ高い服買う必要はない。あー、なるほどね。別にブランドのそうセレクトショップで一点物とかじゃなくてもいいわけだ。ユニクロにね、行けば、うん、格安で一式調達できますよ。なるほど、おっしゃる通りだな。コーディネートがわからないのであれば、お店の人に相談すれば、うん、済みます。そうですね。終わりに、元バンドマンの立場からいろいろ書いてみました。はい、少々辛口になってしまいましたが、はい、心がご賞いただけると嬉しいです。心がえぐられました、僕は。まあまあ心えぐられましたね。なんかそう、別に誰がとかじゃないの、ああいうやついたなとか、あいつダサかったなとかじゃなくて、やっぱお前服にそんな気使ってねえだろっていう、そんなストレートに言われてしまうと、うん、としか言えないんだよね、俺は。書いてあるけど、アパレルやってる身からしたら、好きな服着ればいいんじゃない？ああ、なるほどね。なるほど。なんか逆にそういうの意識しすぎてさ、うんうんうん、その人らしさがなくなるんだ。あファッションは自由であるべきだと。そうだね、やっぱり人に見られようとさ、好きだったらいいんじゃない。なるほどね。逆に合理的かもしれないけど、服に金をかけないって俗に言うオタクの人たちはさ、うん、そっちに使うお金が半端なく強い。だから洋服とかはチェックシャツにいいんでした。だから逆にそれはオシャレだと俺は思う。あー、お前あんだけこうバンドマンの服装を攻めてたのに、なんか最後はすごいね、なんか持ってくる。それは俺個人の見解だ。あ、さっきの攻めてたのはブログの内容だから。あ、ブロガーの人だからね。好きに着ればいいんすよ。なるほどね。その人のね、言ってることも一理あるし、ね、まあ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 、ズバッとズバッと着て、なんだろう、そこに目を向けるっていう視点なんか見失いがちなんだけど、でも実はとても重要だっていうことを改めて気づかせてくれるよ。